今日はですね、高志市の、吹谷ふるさと村に来ました。なんでもね、ポケモン GO のキャンペーン第2弾としてここの地が選ばれたそうで、 CM に出てる方そうで、日本の坂を GO しようというキャンペーンで、なんか露地みたいになったらしいです。で、吹谷小学校には高さ4メートルのリアルポケスポットが設置されているということです。2月の5日20時までの CM 放送中にリアルポケモンストップの付近でポケモン GO をプレイすると、 CM に登場するポケモンが、ポケモン GO で出現しやすくなると。で、高畑瑞が出演したそうです。この地でちょっと僕もあんま詳しくないんであれですけど、とりあえず行ってみましょう。去年もね、なんか夏か秋ぐらいに来たんですけど、もう一回来ました。雪が降りしきる中、写真撮りながら行こう。白井田家、旧近藤家
思わずね写真撮ってしまうんですけど、この雪が降る時に行くのは初めてですね。ありますね。あの青色があのポケモンのなんかポケストップですかね。なんかそういうものらしいですけど、ちょっと行ってみましょう。近くまで足場が悪いですね。気をつけながら進みます。
屋根の木が落ちてものすごい音しましたけど、開校時間10時から16時、入校時間、3時半までです。もう中に入れないみたいです。閉まってますね時間。これですね、全く興味のない人っていうか知らない人は一体これ何なんだって思いますよね。これこれ多分夜光るんかな。よし、小学校開けてあります。サックしてなかったなくてよかったです。サックしてたら多分中入れないというか、この敷地内には入れなかったと思います。よし、芝生があるのでこの中に中入ったらあかんということです。よし、
900ワート、昭和48年までラリー500がギア所として残っていた。よし、まあ、こういう場所でございました。ちょっと雪の季節に行くのは初めてなんですけども、思ったより雪が積もってますね。まあいつもこんな感じなのかちょっと分からないですけど、今日はこんな感じでございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。